月とマリウス用のアイドル活動の比較。こんにちは、皆さん。今回は、アイドル界で注目を浴びている平野紫さんとマリウス用さんのアイドル活動を比較してみたいと思います。二人は、それぞれ異なる生い立ちを持ちながらも、独自の魅力でファンを魅了しています。まず、平野紫さんについてご紹介します。彼はジャニーズ事務所に所属しており、その端正なルックスとダンスの才能で注目を浴びています。また、彼の地道な努力と情熱は、彼の成長を支えています。彼の魅力的な笑顔とキャラクターは、多くの人々に幸せな気持ちを与えています。一方、マリウス陽さんは、フィリピン出身のハーフであり、日本語と英語を流暢に話すことができます。彼のユニークなバラー、と曲やダンスパフォーマンスは、多くの人々の心を打ち、彼の高度な魅力を引き立てています。彼の明るい笑顔とポジティブなエネルギーは、彼のファンに勇気と希望を与えています。二人のアイドル活動を比較すると、平野紫さんはジャニーズグループテイルズ、メインジュのメンバー、として活動しており、グループの一員としての帰属力とパフォーマンス力が特筆されます。一方、マリウス陽さんは、ソロアーティストとして活動しており、彼独自の音楽性と才能が注目を集めています。どちらのアイドルも、ここの魅力と、才能を持ちながらも、共通点もあります。彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし、自身の音楽や、パフォーマンスを通じて、感動を与えることを目指して、ます。また、彼らは自身の成功を築くために努力し、困難を乗り越える姿勢も共有しています。最後に、平野紫さんとマリウス陽さんのアイドル活動の比較を通じて、異なる背景や才能を持つアーティスト同士で、も、共通点や魅力を生みつけることができることを感じました。彼らも活動は、多くの人々に、夢と希望を与え、音楽の力を通じて心を豊かにしています。皆さん、キラの紫さんとマリウス陽さんのアイドル活動についての比較をお楽しみいただけましたでしょうか。彼らの魅力的なパフォーマンスは、今後もますます多くの人々を魅了し続けることでしょう。ぜひ、彼らの活動を応援していきましょう。以上、平野紫さんとマリウス陽さんのアイドル活動の比較についてお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。動画をご覧になられありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。